私は参政党、参加する党と書いて参政党の竹坂大輔と言いますが、この名古屋に来て、この建国記念日ということで、一つ皆さんにですね、あえて話をさせていただきたいことがございます。愛知といえば、純国七時廟。皆さん、純国七時廟をご存知でしょうか。7人の英霊が、我が坊の地で眠っております。その7人の人たち、東条英機閣下、土井原健二さん、松井関根さん、様々な7人の英霊がそこで眠っているんです。その歴史の真実をですね、知るだけで今の日本がおかしいということがわかるんです。どうか名古屋に、愛知県に住む皆さんですね、この純国七時廟を調べていただきたい。その先般とされた7人の魂、それとは別に、同じように、当時ですね、巣鴨プリズン、東京裁判によって裁かれたのがこの7人ですよ。巣鴨プリズンに入っていたけど、そこから出ていった人間がいます。岸信介、安倍首相のおじいちゃんです。でもその日本が、今、本当にね、厳しい状態になっている。この事実、その反面、純国七時廟に祀られている7人の英霊、この人たちに感謝すること、日本人として、私たちが生きてきました。この大好きな日本を子供たちのために、次の世代のために、つなげていくこと、それが、そこの純国七時廟でわかるんです。この純国七時廟、ほとんどの方が、日本国民が知らないんです。この事実を知るだけで、この国の本当の歴史、これがわかります。皆さん、参政党と聞くと、あまり聞き慣れてない方がいるかもしれません。私たちは、真実、本当の日本の歴史を知ってですね、その、次の世代につなぐこと、これを一番大切にしている政党です。参政党のみんなは、自分のね、お金を出して、ボランティアで活動してるんですね。少し皆さんね、耳に、この参政党、目に入っている方、そして耳に入っている方はね、調べていただきたい。本当に、日本の、これからをですね、変えていきたいと、良くしたいと思っています。さて、話を変えますね。皆さん、生活は豊かと言えるでしょうか。僕はね、子供3人いるんですよ。だけど、すごく大変です。政治家は裏金を作り、正当化します。そんなね、政治家もういらないと思ってるんですよ。僕は一生懸命働いてるじゃないですか。現在の税の負担率ご存知でしょうか。給料における税の負担率、健康保険と合わせて 46.8% ですよ。46.8%。お父さんが頑張って、例えば30万円稼いだとする。46.8% かけるんですよ。14万400円ですよ。30万引く14万で16万しか手元に残らない。その16万円も消費税がかかってね、実質税の負担率、現在 62.9% と言われてます。五公五民で農民危機が起こったのに、今じゃ六公四民です。この事実を知ってください。国民とね、市民目線の政治をやらない限り、この国の未来はないんです。なぜ皆さん働いてるんですか？もちろん自分のためってこともあると思う。だけど、子供の未来のために、自分の子供たちの未来のために働いてるんじゃないですか？今のまま、誰かがやってくれるって言っても誰もやってくれませんよ。自分たちで変えない限り、この政治、この日本変わらないんです。あるね、お母さんからですよ。相談が、っていうかね、話があったんです。どんな話かっていうと、自分の娘26歳になったけど、稼いでも稼いでも、貯金ができない。好きなことができない。そんな状態なんですよ。親心として、いい大学に行って、いい就職先、勤めてもらいたい。そう思うじゃないですか。で、大学行ってもね、奨学金を借りて、就職したら、奨学金の
返済から始まるんですよ。苦しいって26歳の娘さんがお母さんに泣きながら電話を起こしたんです。その娘さんは人付き合いが苦手で、だけどなんとか自分の働く先を見つけて働いてます。だけどダブルワークしなきゃいけないから夜のお店で働くしかないってお母さんに言ったそうです。そんな経済状況です。この日本ニュースで見ると思いますけど、新大久保ではね、若い女の子が結婚してるんですよ。それだけならまだいい。皆さんに衝撃的な事実を伝えます。そんな経済状況なんですよ。僕はね、日本の問題って様々ある、いっぱいあるよ。だけど今ね、一番は経済、この経済を何とかするしかないんです。私たち賛成党、いろんな問題、日本の次のこと考えてるけど、今は僕は経済だと思う。私たちも賛成党の党首、神谷総平代表は消費税の撤廃が望ましいと言ってます。今経済を良くしない限り、私たちの子供に何もつなげられないんです。だからそれをね、ほっといたらダメなんですよ。知ってますか、日本の状態。世界の経済は2024年世界の全体の経済の成長率は 4.2% なんです。 4.2% ね。アメリカが 2.1% です。中国が 3.1% です。じゃあ日本は、日本だけ下方修正されて 0.9% ですよ。そんな状態ですよ。私たちの税金、去年72兆円ありました、約。今年の予算、112兆円なんですよ。去年のね、税収のうちの、23兆8千億円。これは私たちの消費税なんです。23兆8千億円ですよ。約24兆円。これが私たちの消費税、払った消費税の税額なんですよ。今年の、先ほど言いました、112兆円。このうちの借金返済、27兆円ですよ。私たちの消費税、そのまま借金返済に当てられちゃってるんですよ。でも借金って、私たちの借金じゃないんですよ。国債を発行してて、その国債の償還に当てるんです。償還っていうのは返すってことなんですね。何をやってるか、政府が何をやってるか、私たちが消費税を納めた分以上に借金に回しちゃってる、つまりお金を消しちゃってる状態なんですよ。このお金を消すんじゃなくて、インフラ整備とかにして、してくれればいいけど、してくれない。そんな状態なんですよ。だから、どんどん、私たちの経済状況が良くならない。先ほども言いましたけど、そんなね、状態から脱出するにはね、皆さんの行動が必要になってくる。僕は、3年前市議会議員になりました。3年前市議会議員になって、今国政改革委員やってます。後援会の方のところにご挨拶に行きました。市議会議員だけど国政改革委員になります、賛成党に入りますって言ったんですよ。そしたら何て言われたか、お前な、今のなまんまが一番いいだもんね、余分なことするな、おとなしく市議会議員やってろって言われたんですよ。やってられないよ。だって僕たちのね、子供の世代にこのままじゃ何も残せないから変えるんですよ。みんなで、みんなが少しね、変えようと思えば変えられるんですよ。僕らが望んでる生活、豊かな生活をしたいとか思えば、その思ってる、もしくは言っている政策の、豊かになる政策を訴えている政治家がそのようなことを言っている、そういう政治家と政党に投票することによって変わるんです。変えることができるんです。だけど、みんな、自分は政治と生活は離れてるから、少し関係ないと思ってるかもしれない。関係あるんですよ。もう皆さん、苦しくないですか、生活。今、僕たちが何されてるかっていうと、みんなね、棒で叩かれてるんですよ。ずっとみんな叩かれてるんです。痛いかって。それまだいけるか？痛いか？痛いかって、政府に棒で叩かれてるんですよ。だけど、みんな、前見ても、横見ても、後ろ見ても、痛いのを我慢してるから、きっと良くなる、きっと良くなるってやってるんです。良くなるわけないじゃないですか。その姿、子供たちが見てるんですよ。
お父さん、お母さん、みんな大人たちが何も声を上げずに、痛いけど我慢してる、きっと良くなる、きっと良くなるってならないよ。みんなで変えないと、みんなで良くするって思わないと限り変わらないんです。だからね、皆さん今参政党の党員だけじゃなくて、この交差点で少しオレンジの看板が目に入っている方、僕の声が届いている方、皆さんこの参政党っていうね、政党の名前耳に入ってるなら少し覚えてください。僕は静岡から来ました。静岡から来たけど、この日本のことを考えています。誰より考えている。参政党のみんなも誰よりも日本のことを考えているんです。このままじゃダメなんですよ。変えないと。皆さんどうでしょう。僕ちょっと大きい声でね話しちゃいましたが、皆さんの思いどうでしょう。今のままでいいなんて思わないでください。もちろんここにいる方は思ってないかもしれない。僕一人じゃできないし、参政党だけでもできないんです。街を歩いている皆さん、今日初めて参政党という文字を見た皆さん、僕の声が入っている皆さん、皆さんと一緒なら、一緒で初めてこの日本が変えることができます。みんなで変えましょう。みんなで変えるんです。ありがとうございます。そしてその世論をね、やっぱ作らなきゃいけないんですよね。参政党今何をやろうとしてるかっていうと、国に私たちみたいな考えの国会議員を送ろうとします。そして世論を作ろうとします。今みんなね、いや間違ってるから、私たちで一緒にこの街をね、この国を変えたいと思います。とにかく今日名古屋でこうやって純国支持病の話もできましたし、皆さんとのお耳にね、少しでもこの参政党の声が聞こえたと思います。絶対にこの日本を諦めず、皆さんでこの日本を変えたいと思います。ありがとうございました。